出来上がりましたよ。まだちょっとね、はい、あの硬いような感じをしますけど、私は待てない、この待てないその間勝負よりも腹が減ったっていうね、ほら、ね、空腹は最強の敵ですから。そうですね、はい、バトルスタート、はい、さあ、食べていただきましょう。じゃあ5分計らないと。あ、もう起こした。5分計りますね。ただの水滴落ちそう、あの水滴落ちちゃった。いや、ルリティはね、普通に食ってもね、食うの汚いからそういうこと言わないでくださいもう落ちてる、もう落ちてる。で、今回のルールね、ちゃんとやっぱり剣なんで、アルティマウェポンなんで、この柄の部分をちゃんともう、え、というか、ここで食べてもらうのがルールですから。大丈夫かな、これ。あ、カップを掴むのはありですからね、もちろん。あ、なるほどね、うん、いや、でもなんか意外とスマートに食った気する。うん、結構いけてますね。ちゃんとやっぱフォーク使い、うん、アルティマウェポンフォーク使いがうまいね、うん、やっぱりね、数々のボスを倒してた時は、うん、やってますからね、歴戦のね、うん、私、ラーメン吸えないんですよ。え、あ、そうなんだ。吸えないんですか、うん、あ、じゃあもうちまちまと口にこう運ぶ感じなんですね。上品な、うん、なんか、うん、どうやって吸うんだろう。吸うとさ、麺がこうベベベってなりそうじゃないですか。ベベベって飛び散る。今日は特にね、その下汚したらいかんしね。そうですね、服もあるし、あ、いや、これどうすか、難しくないですか。いや、なんかミークよりも汗かいてきた。でも確かに綺麗に、やっぱ私のアドバイスが良かったのかなでもそんなこと言って私罰ゲームなっちゃうじゃん、やだよ。いや、これはなかなかむずい。ちゃんとやっぱそのね、フォークの1本ずつ棒で、うん、1本を使ってるんですね。この手前のところから口に持ってってね、ちょっと奥はね難しいんです。確かにね、リスクあるな、うん、いいね、うまいうまいうまい、いいんじゃない。これ、あ、そう、測ってます。まあ、多分1分ぐらい経っちゃう。測ってます、測ってます、1分半いや、これ見てる人はさ、これ何通映像見せられてる美味しいんだけど、もどかしいよ、私は。サトルリがカップラーメン食う映像っていうとんでもね、フォークで食ってますもんね。そう、そうですね。マニアにはたまらない映像なんですごい食べてますよ、本当に食べてる。いや、でも本当綺麗に食べてますね、うん、最初のところでちょっとこぼしたぐらいしか。確かに、でもちょっとね、ちょっとね、あれは飛び散ってますね、やっぱスープがね、ピピピピってなっちゃってるから。スープはね、飛び散っちゃうんだよな。それは ね、仕方ないですよ。逃げちゃうとね、麺が、そうそうそう、ジュジュジュって逃げちゃうと、そのピッて飛んじゃう、うん、あもうなんかいい、なんで今カメラすごい見える絵面をね、ちょっと確認しちゃったちょっとコツをね、掴んできましたよ。ただね、筋肉痛になりますねだってプルプルしてますもん、ちょっと確かに腕力が、うん、手の長さ、ね、なぜかこうね、カロリーを摂取してるのに消費していくっていうね、新しいスタイルですよいいですね、運動しながら食べる。辛そう、これ俺ちょっと もうちょっと戦略練ろう。俺なんかでもあれですか、歯の部分は持っちゃダメですからね。いい感じにこうね。そうですよ、でもこの食い方が俺一番理にかなってる気するんだよね、なんかこの食い方。あ、まあでもそうですよ、ね、やっぱ腕がプルプルしちゃうのあると思うけどえ、でも結構減ってますよ。具が食べたいよね、具が。確かにそれちょっと思ったんですよ謎肉とかね、普通のフォークとか箸だったらこう卵とかこう食えるね、食べれるんですけど、確実にさ、拾ってこないでしょ。拾ってこない、もう間からストーンって抜けちゃうんでいや、これでもいいですね。お、4分経ちました、あと残り1分です。食べた、全部食べたいでもすごいですね、ほんと中が減ってすごいプルプルしてる、やっぱり。だんだん時間と体力の勝負だからね。そうですね、顔が赤い、顔が赤いうん、あ、いや、いいんじゃない、もうちょいじゃない、もうちょいじゃない。あ、でもこれを一つかみでいけそうなこう感じだよ、ね、最後もうかすってるもんね。うん、ほんとすごい、焦った、あんまり肉を落としました。焦って自分の手に麺が乗ってたよすごい、いい感じに食べてる。麺がね、ない感じ、麺がちょっと減ってきたんじゃないですか。あ、これ落ちるな、麺が。ちょっとこれ安全牌でいく、ね、食音で優勢させるとちょっとさあ、残り15秒です。はい、いや、うわ、これきついな、これ。わーわーわー、最後10、9、わー、2、2、これ、これちょっとノーカーだよね。5、4、3、2、1、最後の方になってくると1、終了だー。
ちょっと最後巻ききれなかったですね、すいません。はい、はい、ということでまずじゃあ麺の方から、カップ麺の方から見ますか、はい、中身は、中身は、はい、あ、落ちる、やった落ちた、汚れた。いや減ってる減ってる、そうだからこう結構減ってる、ね、おおおお失礼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 まあ結構そうですね、4分の1ぐらいになってる、はい、そうですね、食べましたよ、はいはい、で髪な、髪はいやちょっと最後ねダメだ、途中まで綺麗だったんですけど、はい、あーおーあーおお具が、具がね、はい、コロコロしてるわこれ、ちょっとあやべえな、私も負けかなこれはちょっと、はい、いやまあでもいい勝負じゃない、見に行くこと、そうですね、うん、ちょっとこんな感じですかね、あ、こんなそんな感じ、はい、あー、なるほど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 、はい、じゃあちょっとこう置いといて、置いといて、汚いですけど、最後のトリレはじゃあ俺ということで、そうですね、ババゾノさんが、じゃあババゾノさんですよ、じゃあ頑張りますよ、はい、じゃあお願いします、お願いします、はい、お湯を入れましたね、じゃあ最後はね、ジャッジマスターババゾノが、ジャッジジャッジマスターになってしまったの、ババゾノさん、ジャッジの誇りにかけて、はい、やっていきたいと思います、はい、決まり、はい、決まり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 、はい、差し込まない好きなの、このセリフ、頑張ってね、はい、バトルスタートですよ、はい、スタートしてください、スタート、じゃあちょっと刺してから測ってね、そうですね、うん、いややっぱガブラスもやっぱ悲しみ背負ってんだよ、そうなんですよね、やっぱみんなさ、ボスってさ一概に悪い人たちじゃないからさ、そうそうそう、そうね、やっぱそれぞれの正義がある、よし行こう、そう、あーもうむずいぞこれもうね、刺した時にね、分かるのよこれ無理なやつやなって分かるそうそう、なんかね、最初見てる感じだといけると思うのよ、いや本当リアルにリアルにそれこんなに、うわ、ね、麺って感触のないものなんだそう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 、遠いもんだ、やべえ、手応えがないですね、やべえぞこれちょっとマジかよ、ちょっと順調に食うわ俺いや、あっちんだよまずそう、熱い、ちゃんとね、本当お湯でやってますからね、もちろんそうですね、でも私、熱いの得意なん、あ、そうなんですか、うん、よくやけどしちゃうんだけど、熱いから食べれないってことがなくて、だから熱いって気持ちより食べたいって気持ちが先行して、強いんだ、だからさっきも熱いって言わなかったでしょ、そこだな、多分そこが、ね、少し人より人より上だった、特化してる部分なんですね、そうそうそう、あ、でもこぼしてないぞ、ババゾノさん、いや俺はね、やっぱバランス重視だからね、あ、やっぱそれ、傾けて食べるんだ、そうだよね、うん、傾けるって言っても確かに、あ、うまいよ、うまい、いや、本当にうまい、あ、でもちょっとこぼし始めましたね、微妙に飛んでんな、これしかもね、広範囲の方なんですよね、広範囲か、ちょっと遠めのところこぼしてるんで、これはね、あー、これ、マジむずいな、これやべえぞ、これ多分、持ち手がね、多分た皆さん食べるときはもう本当この刃物の部分を、ね、持って食べると思うんですけど、うん、そこだったらね、やっぱ多分掴みやすいと思うんですよね今回は何人がそのスタイルで食えんだよ30人の方がこれでも家に当たったら家に飾っておきたい、そうですよね、これもなんか食べるのもったいないし、うん、ちょっと後でこれ空になったやつ戻して飾る、そうです洗ってね、しっかり洗ってね、いや、ね、これでも刃の部分持ってないの相当つれえわ、そう、刃の部分持ったら本当にやっぱつれえわこれやっぱつれえわ、ちょっとやめてくださいよ、それ最後で締めるんで、ちょっとこれいやもう、まあ、2分半ぐらいです今、あでも俺割と豪快に使ってると思うんだけど、ね、結構食べる量いけてる気がする、そうですね、今何分、今ちょうど2分半きました、おれおれおれ、よしよし、いっぱい取れた、いっぱい取れた、しかも、あ、ごくごと絡み取れてる、がっつりこれ、え、すごい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 、いや、ちょっと理想に近い食べ方ですね、普通のなんかフォークで食べてるように見えますもんそうじゃねえ、カップラーメンのこの口の部分だけ見たらね、この部分とか見たら普通のフォークで食べてる気分になりますよね、うめんだよこれ、うめんだけどってさ、つれんだそれしか言ってないじゃないですか、やめてくださいよ、あ、でも結構なくなってきた、半分でもそうそう、あ、こっから辛いね、こっからね、こう持ち上げ、すくい出すのに、あ、こう ね、少なくなってくると大変なんですよ、よしよしよし、これ、あ、でもちゃんと具も本当に入れてね、うん、綺麗よ、綺麗だし、美味しそうに食べね、そうですね、おかわりしちゃいたくなっちゃう、おかわり粘れ粘れ、あ、やべえ、ごめんなさい、全然時計見てなかった、あと15秒ぐらいです、おい、やべえそうそうそう、最後じゃガッツリ食う、あ、ちょっと、じゃあそれで最後つぼってね、はい、10、9、8、7、おお、最後いきましたね、5、4、3、具を出せ具を出せ、2、1、終了でーす、はーい、結構長い
ちゃうんじゃないですか。しかもこれ綺麗ですよ。綺麗ですよ。ほぼない。ちょっともう手が疲れてるから。じゃあまず中身から。このこれこれねこれはこれもはいはい落として。はい。食ったのこれぐらい。もうほぼ麺ないっしょ。ほぼ麺ない。ちょっとね傾けすぎると汁が垂れちゃうあれなんですよ。あでもねそうですね。え全然全然ないですね。麺がなくもう汁って感じですね。でナプキンもほぼ汚れてない。ほぼほぼネギが一つとネギが一つあるけど汁のこぼしがねトントントンと。これこんなもん。そうですね。おうまい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 綺麗。シャツにもついてないし。ついてないし。よかったね。あぶね。チョラなのに。すごーい。はいじゃあちょっと判定に行きましょうかね。行きましょう。じゃああのボタンを押してもらいたいですよね。はい。はい、じゃあ行きます。ポチ判定。はい、ということで3人食べ終わりましたね。判定ですね。判定です、はい、で今回判定員として私がご用意したのはなんとあの人、はい、ペロバル先生小川さんです。はい小川さん、ね、今この我々の目の前には用意されてるから。そうな、そう汚れた。そうそうそう。汚れた。ナプキンね。そうナプキン汚れた。こう見るともう俺のなんかもうこれだけしかないから。そう。ペンってしかないから。でこれが私。そう。これ俺ね。見えない。うん。見えない。まあ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 、まあ、でこの中で一番元も汚いと思われる人。はい。には罰ゲームなので。はい。ちょっと小川さん決めていただけると。あ、そういう感じ。やっぱサトルリさんが一番。サトルリさん最後焦っちゃったからな。途中まで良かったのにね。さっきそこに置くとき見たんですけど、なんか知らないけど裏とかにも目つ。あ、でもそれ多分ね、ミーコの方がついちゃってるから。そうそうそう。これは私かな。これミーコのだって考えたら。あ肉がでかかった。肉を落とすとやっぱダメだよね。じゃあということでサトルリさんにははいやっぱり今後ね綺麗に食べていただきたいということで。はい。ちょっとその罰ゲームをはい行こうと思います。ちょっと待ってあ、これ怖いねきます。あ、ちょっとこれ小指にいいんですよね。そうですよ、そうです。ちょっとここ、そうそうそう、できます。おいサンダがサンダが、あれお、始まってる。あ、大丈夫、私は来た。怖い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 、ちまっとした音がある。うサンダが、サンダが今ね、チャージしている最中なんで。あ、今チャージで、もう一回押してください。あ、もう一回、こっからか、こっからあ、そっか、これ音嫌だわ、これすごい嫌なやつだ。いつ来る？おー、セーフなの？セーフだ。なんだよ、汚かった。なんで私なの？これいい子だったからね。あ、確かに次に汚かったから。そうそう、バグった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 ね、バグった。今、魔法使った私。嘘。そうそう、完全食らうじゃん、これいや、私は魔法かけたいよ。いや、じゃあミーコは自分で押して。なんで嘘、うん、じゃあはい、手汗かいてんだよ。手汗かいてると危ないんだよね。これ来るよ、来る。あー来たー。ねえ、ずるいよいや、これはでもやっぱりね、これを避ける勝負強さも必要だ。そうですね。何それ絶対改めまして、こちらのもう食べてしまいましたけど、はい、カップヌードルですね、はい、あの FF コラボのこちらですけれども、はいはい、日清さんのオンライン上で購入することができます。はい、そして応募期間がですね4月の7日までできますので、はい、まだ購入できますのでね、できるはずです。いただきますと、抽選で30名の方にこちらの、あのアルテマウェポンフォークと、あとはさらに FF15 の、 あのゲーム内で、うん、いつか配られるんでしょうね、こう、はい、ノクティス王子がこう CM でかぶってたあれが、夏ぐらいに先行でもらえるっていう。先行でもらえる、はい、はい、すごい。なのでぜひ皆さんも応募してチャレンジしてみてください。はい、はい、ということでぜひぜひ皆さんファミズアップのチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ここから見てる方は右下の、これ右下のボタンから、スマートフォンで見てる方は下の概要欄からお願いします。はい、またファミツアップはニコ生部を頑張ってやっています。はい、それもよろしくお願いします。はい、それではまた明日の7時にお会いしましょう。皆さんいってらっしゃー。バイバイ。うまかった